ご視聴いただき、ありがとうございます。11月1日に大型バージョンアップした際に追加された新カードを使用考察していきます。今回は土橋歳の妻です。では、ごゆっくりどうぞ。ここを通りたく、万人である俺を超えてゆくがいい。軽い軽い暗いな。軽い軽い暗いな。軽い突撃じゃ。暗いな。突撃じゃ。暗いな。突撃じゃ。軽いな。地獄行きは必定や。奥へ落ちるか。しばし身を隠します。軽い軽い暗いな。あと少しで。一つの道じゃ。暗いな。復活でや。汚れの匂いがする。流派発動。3の型。流派発動。3の型。軽い軽いハムシャごとき、重忠の敵ではない。暗いな。ここで、下妻の契約発動です。進めば極楽、聞かば地獄ぞ。使用式は6で弦の味方の武力をプラス5にして鉄砲隊と剣豪のアクションダメージを上げます。俺が許可する。クオン分子を排除せよ。ここで土橋の契約発動です。最下の自由は俺が守る。使用式は6で自身の武力プラス3にして銃弾の数が増えて範囲が広くなります。また狙撃状態になり間隔も短くなります。サバの地獄行きは必定や。暗いな。獄へ落ちるか。雲爪の契約時間は落下時間以下ほどでした。暗いな。天気開放。この活動にかけて流派発動。身の型先人は畠山重忠が賜った。暗いな。手に応援。戦機開放。武士の死にざまとっとみよ。あと少しで。暗いな。橋の契約時間は約22カウントほどでした。では総括です。まずは、下妻ですがコスト 2.5 であり、武力8、磁力7、気合となっており、バランスが取れたスペックになっています。後に触れますが、契約が結構強いので攻めに守りに活躍してもらうことになるでしょう。続いて契約になりますが、色力を使用して、剣の味方の武力をプラス5にして鉄砲隊と剣豪のアクションの威力を上げます。武力上昇値はスタンダードですが、鉄砲隊と剣豪アクションが強化されるのでこの効果は大きいでしょう。ただ、さすがに効果時間は出力を使用するものと比べると短いです。契約の性能を考えると本人が向上を行い、鉄砲隊や剣豪にフォローしてもらうのがいいのではないでしょうか。これには土橋はかなり相性がいいと思います。次に、土橋です。コスト 2.5、鉄砲隊、武力9、磁力4、過激となっており、コスト相応の力を持っていると思います。磁力が少し気になりますが兵種を考えると、それほど気にならないかもしれないです。彼は、戦国大戦にも参戦しておりかなり存在感を放っていました。次に、契約ですが色力を使用する阿修羅の銃弾です。これは、撃つ鉄砲の数が増えて、射撃範囲が太くなります。そして、使用式が6というのが影響しているのか、効果時間がかなり長いです。しかし、この射撃範囲がくせ者であくまでこの中の範囲内に銃弾が順番に放たれるので意外と範囲内でも当たらないことが多いです。また、足の速いカードならばすぐに回避されてしまいます。しかし、今は鉄砲重点速度を上げる方法はあるのでうまく使えばかなりマウントを取れると思います。そして、同じく追加された下妻との相性はいいと思うのでお互いに契約を使って向上するのがいい感じです。目が、見えぬ。ご視聴いただき、ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をしていただければ嬉しいです。